ここまで来るともうちょいだ。さすがに緊張しますね。ちょっといいですか、みんな。どうしたの、サイ。サクラ、君は一人でサスケを始末するつもりなんじゃないですか。え？今手にしているそれを使って僕らを眠らせた後でね。は？どういうことです？さっきの言葉の通りです。サクラは最初からたった一人でサスケと戦うつもりだった。なんで一人でやろうとした？そうです、僕たちみんなでやるって約束でしたよ。ごめん。たく、僕らはいわば運命共同体、最後まで一緒に行きましょう。いや、ダメだ。ここから先は誰も行かせない。サイ、こいつやっぱりうさんくせえやつだと思ったぜ。僕たちだけじゃサスケに勝てはしない。それにカカシ先生に行かせないと約束したんだ。だから誰も進ませない。どうしても止めるってわけね。カカシ先生の言うこともわかるが、そう何度もサスケを野放しにできるかよ。さすがに1対3では分が悪い。でもカカシ先生が来るまで時間を稼がないと。サイ、あんたが何を言っても私の意志は変わらない。邪魔をするなら容赦はしない。戦闘開始。あんたじゃ私を止めることはできない。俺らの勝ちだぜ。ごめん、みんな。やっぱりサスケ君は私一人でやる。まさかキバやリーさんことカカシ先生。すみません。久しぶりだな、団蔵。うちよ。話。なるほど。はっ。サスケ君がこの先に。名はウチハサスケ。
サクラ、誰だ、お前をそんなにしたやつは。スラトンカチが、なんでお前とそんなことを。仲がいいね、お前たち。私がやらなきゃ、サスケくん。さて、これで邪魔者はいなくなった。団蔵、そろそろ本番と行くか。うちは、サスケか。サスケ。お前は下がっていろ。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木の葉上層部の命令で、ウチハイたちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ！あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死に際にすべて喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく影の功労者、それが忍び本来の姿。いたちだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたのだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは、木の葉に対する恨みだ。それ以上イタチを語るな。そうだな、これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。小僧が、その姿がお前にはお似合いだ。勝負あり。
これが目で語る戦いだ。うちゃをなめるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。木の葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。この女はそのための犠牲だ。助けて。動くな、カリン。人質を。兄さん、まずは一人目だ。カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。逃げられると思うな、団蔵。この葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏将封印術。サスケ、団蔵から離れろ。ヒルゼン、結局わしは火影にはなれなかった。お前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びたコノハ。俺は闇の中の根。こんな俺をどう思うなあ、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ、木の葉へ向かう。そろそろ頭も冷えたかい、ナルト。僕としてはそろそろ木の葉に戻って会談の結果をみんなに伝えたいんだけど。私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サクラはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。大好きだからこそこのまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。やっぱり木の葉には戻らねえ。俺のやるべきことは木の葉に戻る頃にやるべきこと。それは おい、ナルト。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか。サスケを殺してでも。お前はサスケのために何をしてやれるのか、よく考えろ。俺ってば、まだ答えを見つけてない。俺とあいつとの答え、それを見つけないと、俺は前に歩けねえ。だったら、俺のやるべきことは、もう一
一度あいつと話をすることだ。だがそうはさせない。君を止めて木ノ葉に連れ戻すのが先輩から指示されたことだからね。だったら大和隊長には悪いけど押し通らせてもらうってばよ。戦闘開始。ごめん、大和隊長。俺はサスケんとこに行って、そんであいつともう一度話をする。それが今の俺にできること。それが答えを見つけるために俺にとって大切なことなんだ。だから俺行くってばよ。待て、ナルト。